日本画っていうのをまず語らなきゃいけないんだけど、明治以降に西洋画の対極として、まあいろんなそれ以前の可能派とか土佐派とかいろんな流派を総称したのが日本画なわけですよ。で、岩絵の具を使って肉絵を使って描いたものと、まあ、されているわけですけど、まあ、僕がネオニホンガって言ってるのは画材がアクリル絵の具を使ってんじゃん。で、まあ、そこから考えるとニホンガではないわけ、まあ、画材に限定するものではなくて、もっとそれ以前の各流派のあり方っていうのかな、線表現だったり楽し込みだったり、そういう日本画以前の技術に戻すのが本当の日本画のあり方なんじゃないかってことで、ネオ日本画と言ってるわけなんですよ。で、それ以降の近代から現代にかけての日本画のあり方っていうのはちょっと違う感じになってきてると思ってて、やっぱり権威主義っていうのかな、その権威の構造みたいなものには全く心惹かれないし、違うところに進んでるような気がしてて、それ以前の技術とかに戻した方がいいのかなと思って。やっぱり日本画って技術だと思ってて、それはなんか絵を見た第三者の人にも確実に伝わるだろうし、まあ例えば日本画で富士山とか松とか描けば日本画なんだろうけど、だけど俺はそういうのにはあまり心惹かれてなくて、細かい日本画の鉄線描表現とかそういうものに惹かれるんで、そこがまあ俺の味なのかなと客観的に思ったり、
描いてていろんなことを考えるんだけど、うん、永遠にこう描いてるわけだから、うん、いろんなことを考えながら、うん、まあ時間とクオリティっていうのは比例しないんだけど、うん、だけど。描いてる。とにかくこれはもう時間をすごい費やして描いてるわけじゃない、はい、その矛盾っていうのか、俺の作品はその矛盾がかなりあるんだけど、でもある人から俺のような時間とクオリティが比例するって言われるし、はい、確かにそれもあるんだろうし、天皇屋さんにとって美術って何ですか？俺にとって美術っていうのは、生き方かもしれないな。生きる術っていうか、俺からそれ取ったら、何にも面白くない人間だと思うし、ある意味全てかもしれないし、